六者協議の参加国六者会合は、主に朝鮮民主主義人民共和国の各開発問題に関して解決のため関係各国外交当局の局長級の担当者が直接協議を行う会に。六者とはアメリカ合衆国、韓国、北朝鮮、中国、ロシア、日本の六カ国を指す。六者協議、六カ国協議とも呼ばれる。 2003年8月の第1回から2007年3月の第6回までいずれも中国北京で京急時の会合が行われたが、それ以降開催されていない。詳しくは北朝鮮核問題を参照のこと。北朝鮮には米朝2社での交渉を行い、核問題を米朝不可侵条約の締結と引き換えにする狙いがあったとされる。これに対し米国は、 イラク問題への対応と北朝鮮への不信感から二者間の交渉に応じず北朝鮮にとって当時貿易の3割以上を占めて経済的に依存かつ中朝友好協力相互援助条約で唯一軍事同盟を結ぶ国だった中国に働きかけた。中国は当初消極的であったがイラク戦争の開戦による衝撃から仲介に乗り出し米中朝三者協議 さらに他の周辺国も巻き込んだ他国間対話として六社会合が始まったと言われている。当初北朝鮮は対話を拒否するも中国が3日間原油供給を停止したことで態度を翻したともされている。六社会合の座席図、ありがとうございます。